写真に添えて、都の友へ送った手紙、牧野真一。この家の納屋で僕はこんな奇妙な自転車を発見した。ご覧のごとく前輪はあたかも水車のように大きく、後ろの輪がお盆のように小さい地金製の三輪車であるが、しかもこれが大人のロードスターなんだぜ。この家の隠居から聞くところによると、 この三輪車は我が国に初めて自転車が輸入された当座。僕の祖父が満身の得意を辞して乗り回した者の,の良しである。彼が山高帽子をかぶり、袴の桃立ちを取って、ものすごい勢いでペタルを踏みながら街道に差し掛かると、その砂塵を巻く鉄輪の騒音は、およそ一丁の距離からでも聞き取れるほどの華々しさで、 人々は、それ、自転車が現れた、とばかりに、取るものもとりあえず、古街へ走り出て、文明の力の快適さに舌を巻いた。僕はふと、先日、オートジャイロが、初めて、帝都の空に現れるというので、空の音響に耳をそば立てた時を思い出した。それはそうと、僕の祖父は、およそ意気揚々たる伊達姿で、 上り、下りと観衆の間を横行していたが、ある日、主人を乗せた村長家の馬が祖父に出会うと、その馬は、馬の化け物が現れたか、とでも勘違いしたのか、と隠居は僕に告げた。突然、歯を剥き出して、けたたましい叫びとともに、前足を上げて、九段の乗り手に踊りかかった。僕の祖父も、馬よりも仰天して、 ハンドルを回すが否や全速力で闘争を企てた。あの時の光景は今でも荒めに残っているが、隠居は改装して馬と三輪車の時ならぬ競争を目にした人々があれよあれよと立ち騒ぐ彼方を祖父は羽織の裾を突風に翻して虎のように状態をのめらせながらここを鮮度と失踪したが、たちまち傍らの泥田の中へ真っ逆さまに転落して、 全身、泥まみれと化し、腰に大きな打撲傷を受けた。そのまま彼は自転車をこの家に預けっぱなしで町へ帰ったのが、未だにここに残っていたのだった、というのである。僕は、納屋の天井から取り下ろすと、村井の鍛冶屋の工房に赴き、丸二日がかりで丹念な修繕を施した。あらゆる部分部分の留め釘を変え、錆を落とし、 油磨きをかけて組み立て直してみるとなんとまあこの1800年代の新型自転車は再び春に巡り合ったのを微笑むかのように歴録として走り出すではないか僕は図のごとく得意となって朝夕のドライブを欲しいままにしているがそして初めのうちは野良通いの馬に出会うたびに非常に肝を冷やしたものだったが 近頃の馬は見向きもしないのでほっとした。ただ人々があいつは子供の自転車に乗っていると囁いただけであった。僕の傍らに立っている白いジャンパーの娘は僕の好意を持つ鍛冶屋の子であるが普段はこれにきりと乗り回しているくせに写真となったらどうしても聞かないのさ。しかしペタルが前輪の中心にあって ハンドルとスレすについているサドルにかけると両膝の形がバッタのように曲がって膝小僧がヌッと前へ突き出るという格好だから18区にもなる娘となればいかほど僕に勧められても撮影のために勇姿を示すわけにはいかぬだろうおまけに彼女は靴下を履いたことがないのであるプランクトンの採集のためにこの助手を従えこのロードスターを役立てて こうして僕は沼のほとりへ通っているがやがてこの車を中心にして奇抜なエピソードが生まれそうな気がしてならないのだ。